どうも。ああ、先日の一件ですけど、やっぱり火の飛躍で洞窟を崩すというのはやりすぎだと思うんです。それがどうした？ゴブリンを放置するよりははるかにマシだ。もっとこう後のことを考えるべきでは。山だって崩れてしまうかもですし。ゴブリンの方が問題だ。ですから、そういう考え方が良くないと私は言っているんです。そうか。わからないのですか。1ヶ月前からパーティー組んでるって言ってたけど、女の子だったんだ。あとあの匂い消しの方はもうちょっとこうなんとか。それで襲撃の時間は覚えたか。早朝か夕方です。理由を言え。ゴブリンにとっての夕方が早朝だからです。そうだ、真昼、つまり真夜中はかえって警戒が強い。次だ、突入する際の手順。可能なら火を焚いていぶったりして追い出します。巣穴の中は危ないから。そうだ、踏み込むのは他に手がないか時間がないか、確実に皆殺す時だけだ。よし。ゴブリンスレイヤーさん、おはようございます。ゴブリンだ、依頼はあるか。